い、どうもシャロンです。というわけでね、壇ノ浦さんと対戦動画の撮影を終えたので恒例のパック開封タイムです。今回はねパックを買ってきたので、10パック10パック2パック10、12 開けちゃいます。何からいきます？まあ魔天からじゃないですか。やっぱりさすがにか、魔天操空フュージョンっていうノリじゃない。 OK、アリス、ダスティン。あー疲れた。疲れたね。深夜となっております。現在今日もよく働いた。頑張ったね。なんかやたらと V が出たわ。何も出なかったけど。何もない。シールド戦だったら負けてるね。2パック、遠く行くぜ。遠くはまあいろいろありますよね。レックルが欲しいっすよ。変か。米田拓也さんがさ、CL 京都でさ、レックルダを使ってたらしいわけですよ。らしいね。レックルダデッキってもう結構さ、落ち目寄りではあったじゃん。まあそうだね。意外だった。普通に構築気になりすぎる民だわ。確かに出てないもんね。遠く、なんだレッグザと、キバナとかサナとか。そうだね。まあでも普通に、カイユって遠くだよね。カイユ遠く、カイユは確かに遠く。カイユの SA とかもね、全然ロカローモンでしょ。あーサポ SR こいつ結構強いんですよ。バニビンズカード。またまたバニビンセレクション来た。詳しくはバニビンさんの動画待ちだけど、ガチで強いよ本当に。連撃エネルギーで技打てて、シェルアーマーがあるから実質耐久160で大ミラクルで死ぬ。あかんやん。結論あかんやん。結論ね。なんかこれパック開けるの下手になってる説があるわ。日本代表の開け方見してくんね。ビクトリーダイビング。待って、 SR とかないんだけど。やられた。現状見どころないっすよ、シャロンさん。やられました。やられてる説あるね。ハルシンが当たりみたいな顔して死んだしてた。やばいよ、シャロンさん。やってる。やられてるわこれ。やられてるかこれ。あと3パックになってしまいました。なんとこちら2パックとなっております。ビハインドだな。むむ。渋いね。いやだが俺の計算によるとここに光物が入ってるはず。まずいんじゃないか。これは非常によろしくないね。ファイナル総空スリムファイナル。総空ファイナル。これ最後の10パック買った人が暴れてるって。してマクロ。マクルか。高校マクリプランか。了解。スタンプ雪道決めよう。あー重い重い重い。あー爆速でムキムキ爆ムキ。何このラインナップ。レックーザ VMAX すらいないしさ。頼むぜ本当に。お、まだグリーンじゃん。うちのメンバーシップで優勝した人のスイカにさ、これが1枚ちょっと入ってる人がいてさ、非常に遊び心があっていいなと思って。レベルボールでワンドローに変換できるとそうで、チルタリス入ってたからなるほどなって思った。おエラーカード。エラーカード来たね。来たぞバッテリー。こいつレベルボールでもかわいそうだよな。こいつガチでかわいそうだと思う。ガチでかわいそうだと思うわ。まああのナノも死落ちるまでの息だからな。ついよ。カツミレのキメラキきっちゅいよ。えーぐい。きついよ。きついよ。おお、
次のパック開け始めたわ。そんなひどいことある？鋼アマージュに恨みはないけどさ。まあでもなんかどっかで使われてそうだけどね。ダンノーラさん動画困るっすか？こいつはね、メインじゃないね、主役じゃねえよこいつは。なるほど、うん、別にこいつ行ったらさ、うん、あれだわ、うん、だなんだっけ、メーカーの扉じゃなくてギラティナ破れた扉。あ、そうそう、破れた扉がいたとしても弱いと思うわ。草のメロン、はっきり申し上げるが出て、あー、まあ説いずありけりか。いや弱いね。弱いよアマージュは。オーロラ前提だろうな、私の予想といたしましては。これが出たことによりバトルサーチャーとかレスキュー単価が線が消えた、線が消えたってガチ、これガチだね。でも俺さ、冷静に考えてさ、一個思ったことがあってさ、はい、バトルサーチャーってすごいダメなカードだと思うんだよね。というと、バトルサーチャー4とさ、サポート1枚ずつみたいなさ感じだったじゃん、テンプレになるね、バトルサーチャーの時って、うん、カード売れないやんサポートが。そういう理由もありそうだけどな。これあれね、カードショップ目線じゃなくて、うん、株ポケ目線、はい、なるほどね。まあどんな強力なサポート出してもさ、本来なら3枚とかさ、はい、みんな当てるためにさ、まあ、みんな集めるのに買うのに買うはずなのにさ、サーチャー4あるし、いっか1枚でだからいいやってさなるからさ、すげえクソカードな気がするんだよね。なるほどね、商売目線でいくとね。そうそうそう、だから出ないやろなって。なるほど、しばらくはね。しっぶっ、疾風好きだわこれ。渋すぎて、まあ、マジ SR ちょっと1枚ぐらい欲しいけどね。全然あげるよ。 ありがとうございます。全然あげるけど代わりにリックザ V もらうわ。取り書きっこする、さすがに。いいよ。あげるわ。さすがにパワータブレットつけてくんない？パワータブレットか、あ、まあ、ここつけてくれたらいいかな。強欲じゃんめっちゃ。代わりに、待って、うん、代わりにここもつけますよ。あ、じゃあ、うん、ありだわ。うん、オッケーっす。よし、よし、こうやってシャーカーやってたんだろ。よっしゃー、だいたいシャーカーなんかこれも、じゃあこれもつけてくださいって。まあ、じゃあめっちゃ厳しそうな顔してね。まあこれつけてくれるならっつって。俺もな、高校生の頃やられまくってたからな。やめましょう。あ、そういう、そういう過去があって、はい、今があるという、ね、今があるというね。そうそうそう、辛い過去。あの時はそれが一般的だったんだよ。そうなのよね、うん、トレードって難しいよね今。トレードってマジで効かなくなったな。効かないね、禁止がやってるぐらいだからね。確かにお店とかだとね、うん。というわけで今回はね、パックをふわーっと開けてみたんですけど、渋かったっすね。渋いね、2人でこんだけ上げて出ないわ。結構渋いね。まあでも、まあ期待値通りっちゃ通りなのかな。2人で大体いくつだ、10、20、40パック、50パック上げたのか。まあ1枚は分からんでもないかな、下振れてるけど。確かに。はあ、まあいいよこのパックは。ああ、いっか、もう25周年頑張ろうな。さよなら。